はい、皆さん、こんにちは。えー、今回のゲストは、えー、数量制作学者の高橋洋一先生に来ていただきました。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いします、どうも。あの前回、他の番組で、洋一の部屋という番組にご招待いただきました。ので,で、ね、ありがとうございました、ね。今回はあの、公平の部屋に来ていただきまして <laughs>、<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、あの、まずですね、今回前編ということなんですけれども、結構私のチャンネル、こう、経済に の専門家の方がよくいらっしゃるんですが、高橋先生の目からですね、まず今の日本経済。 どのように見えてるかというのをちょっとお話しいただきたいなと思います。まあ、あの、日本経済の話をするときに、あの、マクロ経済の話になる、はい、で、まあ、ミクロの話をするとちょっと、うん、キりがないんでね、まあ。あの、全体的な、ま、全体のマクロの話をちょっとすれば、はい、えっと、私なんてすっごく、すごく、まあ、標準的ないつも見方してるんだけど、マクロを見るときに、あの、総需要と総供給の、まあ、差額の GDP ギャップっていうのを見てるだけなんですよね。で、それを見てて、それがある程度 あると実は半年後ぐらいに、まあ、雇用が悪くなる。 っていうのが、大体のね、確率で計算できるんで、そうすると GDP ギャップ、まあ半年から9ヶ月、1年ぐらいなんで、なんですけどね。それで GDP ギャップが、なるべく今縮める方、ようと、政策的にはね。これで、あと、勝手に、あの、まあ、需要が上がったりして、勝手に縮む時もあるんで、そういう動きを見てるだけですね。そういう動きを見てると、需要の動きってそんな強くなくて、で、供給の方はまあ、そこそこ普通にほっといても上がっていくんで、GDP ギャップは、えっと、 内閣の計算だと20兆円っていう言い方なんだけど、内閣の計算ってはっきり言って天井をちょっと低く見積もってんでね。私はもうちょっと真面目に計算しててあの、GDP ギャップは今30兆円から40兆円の間ですね。そうすると、それが縮む要素がない。となると、今後、えっ、ー、と、まあ、半年から1年ぐらいの間に、結構なんか雇用悪くなるかなっていう感じがしますね。で、雇用の数字は見た目はちょっといいんですけどね。これはあの、実は、 うんと前の、えっ、ー、と、安倍政権、菅政権の時に、まあ、なるべく、あの、 いろんな対策したんですけどね。その中で一個、えー、っと、雇用保険が6兆、5、6兆余ってたんでね。それを使いながら、雇用調整助成金ってのをやったんですよね。で、あれはまあ、あの、いろんな賛否あるんだけど、まあ、とりあえずはね、ああいうことして、それで受給ギャップが縮まるのを待つとしか言いようがなかったんで、うん、それをやったんで、見かけ上の統計の数字はちょっとね、失業率はちょっと低く出てるはずなんですよ。そ,すね、その低く出てるっていうのもね、いいっていう人に、<laughs> それじゃないと、いろいろと必死になって支えた結果なんです。 っていうんで。で、そういうのとさっきの時給ギャップのが将来にわたって縮小する見込みがないってことを考えると、あの、6ヶ月から9ヶ月ぐらいの先のね、雇用っていうのは結構厳しくなるかなっていうふうに見ております。まあ、私の見方って非常に単純でね、はい、マクロを見るときに GDP で見るっていうのは、GDP で見て GDP ギャップは計算するんですけどね、最終的に私は雇用なんです。雇用のところだけを見てて、マクロは雇用をやればね、まあ大体はね、あの、 <laughs> まあ、旧大点っていうか、あの、旧大点って意味はね、大学の先生の旧大点って60点って意味ね。え <laughs>、それで、所得が上がったらね、100点になるんですよ。そんな感じで見てる。私はもうそれって非常に単純です。だから、GDP が上がったらどうのこうのっていうか、これほか問題だろうと。で、ね、私はあの、まあ、えー、小泉政権から、ちょっと、まあ、長く官邸にいたんだけど、まあ、あの、特に第一次安倍政権とか、 えっと、まあ、安倍政権、菅政権ね。その時にいつも話してるのは、もう雇用が OK だったら、まあ、雇用さえ作れば、まあ、まずまずですと。それで、さらに給料が上がったらさらにいいです。そんな評価です。で、それはそのためには最低クリアするのは雇用。うん、雇用がダメだと、給料の話以前に所得ゼロになっちゃうんだよね。まあ、ねこれだからね、きついんですよ。だからね、あのー、どんな雇用形態でもいいけど、とりあえずまず雇用。 っていうのをいつも中心に考えてるんで、あの、そういう誠の見方です。なるほど。今、あの、まあ、一応内閣府の資産だと19ギャップは21兆円のデフレギャップで、実際はもっと大きいという中で。だってあれ、展示低くしてるのまあそうですよね <laughs> あの。計算の仕方知ってるけど、あれはあの、まあ日銀ほどひどくないんだけどね。日銀はもっとひどくしてるけど、あの、ああいうのはね、あの、何点かな。まああの、 役人がよく言う話でね。あの、天井低くして、あの、あの、総救急の見方だと、あれですと、えっ、ー、と、そうね、あの、完全公演にならないんですよ。うん,うん。うん。それはもう計算上そうなってるからね。でもまあ、内閣のやつにやってるから、まあ、それにね、だいたいいいつもね、10兆円から10兆円ちょっと足し算すると、あの、普通になると思って、あの、そういう数字だと思って私なんか見てます。 これね、30兆とか40兆ぐらいは真水で出しても、全く問題ないっていう発想だと思うんですけども、うん、ただ一方で今の政府の話を見てると、うん、結局いわゆる財政健全化を気にしていて、うん、まあ例えば防衛費を上げるんだったら、社会保障減らさなきゃいけないとか、そんなことばっかり言ってると思うんですよね、まあえー。それはね、あの、だから岸田さんが、岸田政権が基本的に財務省内閣だからですよ。だって周りにいるのは、まあ、私の知り合いばっかりだけど、まあ、あのほとんど財務省の人間なの。 財務省の人間がいるともう DNA で、あのマ、マクロはっきり言って財務省は見ない。見なくて D、あの、まあ、なんか,かな、長寿合わせみたいなところしか見ない。だから、その長寿合わせのところも私なんかお金見ると、会計学のきちんとしたのやってないからダメだって言うんだけどね。で、マクロのところはもっと見ない。だからマクロ見て、なんか経済運営とか財政政策をしてるっていうふうに思わない方が正しいですよ。で、まあき、 さすがに金融政策はね、えっ、ー、と、この安倍政権の時に人をどんどん入れ替えていったから、えっ、ー、と、まあ、結構マクロ分かってる人間が、審議員の、えっ、ー、と、結構半分ぐらいいたんだけどね、ちょっと今度、片岡さんがいなくなって、あの、まあ、高田さんと一緒に入ったけど、あの、高田さんっていうのは、財務省の審議委員をね、審議会の委員をね、二十何年間やってた人だからね、これは、正直言うと、マクロの話はちょっと期待ができないですよ。 うん。だから、だん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 これから日銀の、あの、ムも人事が変わってくるとね、マクロが期待できなくなってくるんじゃないかな。ただ今のところはね、まあ、まだまだね、あの、守ってるから。財務省はでも元ともと、あの、財政政策でマクロの発想はないっす。なんかあの、結局、岸田さん自体が、こう、財務省系列の人で、うん、しかも、今回、 金融政策の方も、片岡さんの公認に高田さん入って、あのー、来年の春には、あえー、あの副総裁、総裁変わってしまうじゃないですか。まあ、だから、はっきり言うと、総裁が変わると、あの、がらんことは変わる可能性はありますよ。そうですよね。はいあの まあ、安倍さんの時に、黒田さんだって100点ではないの知ってたけどね。まあ、あの、その、政治的なね、あの、なんていうか、落ち着きどころを考えて、あの、まあ、私なんか言われたのはあれだよね、財務省の中で一番理解してる人誰かって、そんな質問だからね、それは制約,制約条件ちょっときついですよと、この中で選ぶんですかって、そんなうふうに思ったんだけど、まあ仕方ないからね。うん。それで、まあ、一番黒田さんがまともで、あの、 まあ実は、クードさんとマクドの話は結構関心もあって、これで、第一次、小泉政権の時にね、あの、あれだったんだよね、えっと、官房参がだったんですよ。あの、財務官辞めてからね。で、その時に、私はあれだよね、あの、バーナンキーが日本に来た時に、あれだってね、あの、要するにバーナンキーと会いたいと言ってたから、その頃そういうふうな、あの、会いたいっていうだけでも立派なわけよ。 普通はこんな知らないか誰って感じになるでしょ <laughs>、はい、それで、そういうのセッティングを私したから、まあ結構理解がある方だったわけ。それで、あの、その当時バーナンキなんて日本に来たって全然みんな知らないんだもん。 あの、金融学会で日本に来たんだけど、誰もそんなのあれで、あん,あんまりもその、えっ、ー、と、知らないし、それとあと、その話なんかを、まあ、記事も載っけないもんね。<ー>で、その時に、あれだよね、あ、私、バーナンキーはほら、アメリカの私の先生だし、私のあの、受入れ教授だったから、ね、<laughs> よく知ってるから、これで、あれだよね、あの、バーナンキーをどっかが財務省にも連れてって、あとは、えっ、ー、と、内閣も連れてったのかな うん。その時に、ク田ダさんはお前会いたいっていうか、どうぞどうぞと、立派な人ですからって、そういうふうに言ったわけ。で、その頃はまだね、ほら、リーマンショックの前だったから、誰も知らないよ。私だから、すごい立派な人ですよ、と、大恐慌研究でね、あの、もう第一人者ですごいですよっていうのでずっと言ってたんだけど、それに対して、ク田ダさんは、結構わか、わかる感じだったから。うん,うん。2000年の初めの頃だからね、結構、結構し,し,しっかりしてるんだと私は思ったわけね。 うん、財務省の中では。他の人なんか全然アホなんてそんなもんなかった。はあ、そうなんですか <laughs> 全然なかったよ。うん,うん。うん。それは結構しっかりして、あの、黒田さんはまともだと思ったんで、黒田さんは財務省の中で一番まともですよって言った記憶がありますよ。なんかその、うん、財務省の人たちがあんまよく分かってないっていう話、プラス、うん、前回あの、洋一の部屋に出させていただいた時に、うん、高橋先生が、安倍さんは政治家の中ではかなりマクロに理解を示してるっていうお話されてたじゃないですか。かそう。 で、それ、言い方を変えると、うん、安倍政外の政治家って、僕、うん、にマクロ分かってないって話も<は>なるで政治家なんてね、なんつっちゃいけないけど、マクロの話を私と、に聞きに来る人って数人もいませんよ。うん、あの、何百人もいる政治家だけど、はっきり言うとマクロの話って表にならんから。うん。おい、うん、でね、あの、演説したってね、よく分かんないし、あんなのあの、演説で喋る人っていませんよ。あの、これ、本当ズバリの話。 えっと、まあ、安倍さんが、あの、一番最初に2000年の頭のあ中頃かな、ゼロ金利解除した時があったわけ。あのまだ、あの、森永さんは、その頃、今から二十何年か前だから、まだ学。学生ですね。小学、中学生ぐらい。中学生ぐらいで,、ね、でしょだから、まあ、ま<の>、そこがね、あの、関心あんまりなかったかもしれないけれど、そのゼロ金利解除っていうのだって、日本の中で、 ほ、とんど議論にはならない。これで、あの、ゼロ金利解除するからっていうので、まあ政府の中で、実は、ちょっと、日銀の政策会合に出てる政府の人がいて、それにして、ちょっと利用してくださいって言ったんだよね。利用してくださいって言うんだけど、全然これは聞かないで、日本銀行の方がゼロ金利解除しちゃったわけね。で、その時に、ちょっと私、一時政、あの、小泉政権に入った後に、安倍さんが副長官だったと思うんだけど、 急に聞かれて、高橋さん、あの、アメリカに行って帰ってきたんですよね、つって。これで、それだその、バーナンキとかそういう話したときに、ゼロキンディ解除っていうのはどうなんですかって質問があって、そんなの2000年の1年か2年経ったと思うんだけど、そんなの質問を受けたことなかった。政治家から。あれと思った。ちょっとびっくりしましたよ。質問がね、えって感じでしょ誰もそんな質問しなかった。 その時に、私、プリンストン大学に、あの、2001年まで行ってたから、オール・クルーグマ はい。と、あの、まあ、同じ大学だからね。あの、要するにメールなんかやってたわけよね。ま、ちょ、よく会ってたしね。で、ポール・クルーグマンが、あの、2000年の時に、なんか彼ね、スイス、ヨーロッパにいたんだよね。ヨーロッパにいたんだけど、日本銀行の、そういうサービスっていうか、動きをいつも知ってたから、それですぐメールを私に起こしてきて、これ、いちこれ間違ってるよと。完璧に違うよ。と言って、それすっごいクリアなあのーメールくれたから、安倍先生ちょっと見せて、このクルーグマンって、 まだ2000年の最初だよ。彼すごい人ですからって言いながら言ったわけよ。全然有名じゃないけど、これすごい人ですよ。そしたら、後でノーベーション取ったもんね、まあ。そうですよね <laughs> だ。だから、その時も、ああ、そうっていう感じで聞いてた。うん、あんなのゼロ金利解除に関心がある政治家っていなかったですよ。 なんで安倍さんは逆に言うとそこに興味を持てたんですか、うん、私もね、これね、本当はズバリ聞くチャンスがあったんだけど、あんまり聞かなかったんだけど、じゃあそれは今になってちょっと残念なんだけどね。まあ、いろんな話の推測ね。うん、あの、金融政策に結構関心がある人っていうのはもう一人いてね、渡辺良美さんだったああ<ー>。これで渡辺良美さんと安倍さんの共通点って何かっていうと、二世政治家。うん、これで、まあ、あの、渡辺さんはその後ちょっと、 あの、政治的に大変になっちゃったけど、はい、その前までは、選挙区で、あの、対立候補が出ないくらい強いの。圧倒的に強いだからもう、なんかね、えっ、ー、と、特有率の90何パーって立ちが日本記録は安倍さんあ、あの、渡辺さんが持ってるんでもう、誰も立てない。勝てない。<laughs> すごいです90。安倍さんも同じなんだ<ー>要するに、絶対に勝てないから。だから、あの、安倍さんとか、吉見さんっていうのは、 選挙に落ちる必要がないから、別にそれだから、あのー、あ<ー>そういうので、こびる必要もないし、でも誰がやらないのを実はやるってところあるわけ。あの、みんなが関心がないのをやると。 つまり、こう、ポピュリスト的なことをやらずとも勝てちゃうので、自分が興味のあるところとかを突き詰めて、余裕があるってことですねそ、うん。それで、うん、れで重要だと思うことをやるって、そういうふうなのがあったように私は思ったね。あの、渡辺さんも、安倍さんも、二人とも、選挙っ対ったら大丈夫だからっていう感じだったからね。で、だから、でも、これは雇用の話だって私、ね、私年中にし雇用は重要だって言って、それでやってたような気がしました。 だから、それ聞くがよかったなと思うんだけどね、本当に言うとね。そうですよね、うん。あの、直接本人には聞かなかったんだけど、なんかそれと似たようなことを言ってた記憶もあるんだけどね。なるほど、そういうことだったんですね。うん、いや、でも今回、そのね、安倍さんはちょっとあのような形になり、そして黒田さんがね、来年の4月でも決まっていることなので、ちょっといわゆる、こう、アベノミクス、金融財政でこう、うんうん、ダブルエンジンで押し進めてきたお二人が、ね、ある意味その、 表舞台からはいなくなってしまうということで、うんうん、逆にそれを引き継ぐ北政権が、うん、まあ黄金の3年間、これあくまで与,与党から見たら黄金だってだけの話なんですけど、うん、この3年間を迎えるわけなんですが、これどうなんでしょう金融も引き締め、財政も引き締めなんてなったら、最悪だと思うんですけど可能性はあるんじゃないですか ありますあの、要は、あの、まあ、こういうの歴史で見るんだけど、グーダさんの前は、まあ、白川さんだったんだからそうだったんですよ。<laughs> まあ確かに。ほいで、リーマンショックの時に、あんなに他の国がものすごい大規模緩和してる時日本だけ緩和しなかったら、相対的に引き締めて、モデスナ円高になるなんて、すぐ理論で簡単にわかるんですよね。ほいで、いちゃったじゃんね。でも、やっちゃいけないことだけど、やるじゃないん。ほ <laughs> いで、あの、 財務省だってあれだよね。あの、結構、あそこはかなり好調的に禁縮だよ。ほっとくと。はい、そうですね。うん。あの、だから何も言わなかったら、普通は禁縮になっちゃう。安倍さんなんかがよっぽどすごく言って、それでそこそこになるってレベルなうん。<laughs> 禁縮、緊縮の DNA しかいない人ばっかりなんだから、それで、あの、ねえ、 私はだから財務省の中にでも異質だって言われたんだけど、あの、だから今でも、なんかでも、私と接触するとね、やばいっていう感じが財務省の中にあるから、そ,かその回違うんだ。あ<ー>私なんか普通のこと言ってて、だからあの、アメリカにも行ってたから、マクロの普通の勉強したし、だからクルーマンとか、まあ何キなんかと基本的に同じだからね、そんなの時給ギャップがあったら対策しろよってそんなの当たり前だと思ってるわけ。でもこれがなかなかこんな話って、全然 <laughs>、 通じないですよ。そうですか。だって、だって、安倍政権の前だと、全然、その、受給額なんて、意識しないで、あの、適当にやってたじゃない。でしょあ安倍政権になった時だけだよ。ちょっと真面目にそういうのを出てきたのは。その前は全然ないっすよ。なんかその、経済学の世界だと、ある意味、グローバルスタンダードがあって、うん、それと駆け離れたことを日本ってやるじゃないですか。うん、これ、な、なんでなんですかガラパゴスカはそういうのを押しちゃうんですか日本,日本は。 それね、それはっきり言うとね、あの、経済学者に申し訳ないけど、私もアメリカに行って、それでまあ、あの、私自身も実はまだ文化系で経済学部じゃないでしょだから思ったんだけど、来て日本の学者は通用しないよ。通用しない。経済学て無理だよ。それ具体的に何がダメなんですかまずダメなのは、あの、日本ってあれだよね、あの、経済学って文系でしょそうですね。あれ文系じゃ無理だよ。はい ああ、なるほど、なるほど。無理だよ。はい。それは、そうです。どう、どうあがいても無理だよ。あの、だからみんなあれだよね。あの、日本で、あの、例えばプリンストンなんかに行くとみんな苦しむよ。うん、で、そこそこやっぱり、やればできるようになるかもしれないけど、文系の中だって無理だと思うよ。まあやっぱりその、数式とか数理的な話ができないっていう、もっていうモデルみたいなのが基本だもん。だから、モデルをちゃんと作って、それを解析して、実際のデータで出,出し合わせって、こういう基本的な話ってできないじゃない。うん。うん もし、<laughs> 本当に申し訳ないけどね。経済学者の人に申し訳ないけど、経済で語る人いるよ。語る、語っていろんな語るのはあるけれど、私なんか全部数式モデルで考えて、データ当てはめてやるだけだもん。で、そういうの普通だから、それができない人は無理だよ。ああ、なんか日本の経済学者は結構そこら辺がもう足りてない。<laughs> 基本的には訓練ができないから、多分、あの、わからないってレベルでしょ。うん。結構なんかシンクタンクとかにいる研究員とかと話すと、彼らどっちかってモデルひたすら組んでる人たちなんで、うん。 なんか、どっちかってグローバルスタンダードに近いことをやってる方も結構いるのかなと普通の商売で、あの、やったら、海外の人と話したら、あの、そうじゃなかったら通用しないよ。そうですあの,あの、話聞けないし、うん。なんか、主義主張なんて言ってもしょうがないから、これは。うん。まあ、でも、 ちょっと日本のシンクタンクのあのマクロモデルなんかはすごく古いクラシカル権限みたいだから、ああいうのとちょっと使えないけどね、正直。ね。うん。あのもうちょっとまともじゃないとダメだけど、でもそういうのを、あの、例えば日経ニーズみたいなたクラシカルあのなんか権限モデルだから、ちょっと供給サイドが入ってないから使えないんだけどね。ああいうの、でも、その、ああいうのすらなんか財務省なんかないしね、日本の経済学者だともうこういうふうな話できないよ。 だからマクドの話で、私はいつもモデルとデータでやってるから、あの、いろんな変数について、なんか数字とかそういうのを知ってて、それとあとその相互連関っていうのは一応分かってるけどね。これで分かってる人って、日本の経済学者ってほとんどいないんじゃないの <laughs> いないいないから理解できないんでしょ <laughs> なるほど。うん。それ、困っちゃいますね、しかし。困るよ、困るけど。まあ、現実はそうだよ。うん。え特に審議会なんか出てくる人なんか全然分かんないよ、みんな。 だから分かんないけど適当に喋るよ。適当に喋るけど、そうあの、審議会なんかどうでもいいんだよね。あの、あの変なん、なんか適当に役所の協力してればいいから、うん、人畜無害なんだけどね。でもちゃんとあれだよね、あの、いろんな経済対策をまともに説明するときにはちょっと難しいよね。うん。逆、う、に、ん、これからの3年間、今までの話だけでいくと、 結構悲惨な予想しか立たないんですけど、うん、これをいい方向に変えるためには何、これはね、何があるんですか正直言と政治の話だから、はい、なかなか難しいですよ。難しいあ。あの、トップの政治家が全然違う方向も行ったら、あの、そんないくら下で言ったってもう無理です。無理無理ですね。私の感覚では難しいですね。だから、あの、まあ、唯一ってちょっと期待がちょっと持てるとすればね、あの、安倍さんのと一緒に、 ずっとやってた官房長官の菅さんはね、私が安倍さんに話した話は大体そのそばで聞いてたから、<ー>結構理解でき,できるんですよ。あの、だから多分ね、官房参与の時私に声をかけてくれたんだと思うけどね。あの、その菅さんがあれだよね、あの政治的な動き、中でね、キーパーソンになると、ちょっと違う動きが出るかもしれないけれど、今のところだと、あの、安倍さんの安倍派はちょっと大変なんだけど、岸、えっ、ー、と、次だったら麻生派、あと茂木派、それとあと岸田派。 無理だな。<laughs> 無理です。<laughs> 無理だな。はっきり言うと。あのー、こ,この中では。竹中さん、竹中平蔵さんが前回ゲストで来てるんですけど、うん、竹中さんも言ってたのが、岸田さんってこう、人畜無害っぽい雰囲気を出しながら、うん、人事に関しては、うん、実は相当、狡猾にやってると。うん で、どんどんこう、安倍さんの派閥とかの人たちとにこう、そり出ているじゃないですか。で、それでどん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 やって、あれで、次は高知会の人を、あの、大体あれでね、読めるんだけど、あの、普通はね、総理になるとね、派閥のね、あのー、会長辞めるんですよ。うん、なぜ辞めるかっていうと、派閥の会長やってると、毎週ね、その会員出なきゃいけないでしょ。会員出るとみんな人事の話ばっかりしてくるわけ それを立つためにも実は辞めるんだけど、岸田さん辞めないもんね。そうですよね、うん。辞めないってことは、もうかなり空手方が切ってると思うのが普通で、うん、そうすると、あの、人事でね、やっていくでしょ。これで、今回だって、あの、これは、あの、内閣改造は、あの、8月の、えっ、ー、と、3日の、まあ、えっ、ー、と、臨時国会。これは、あの、参議院議長だけ変えるんだけど、その後に内閣改造するはずだけどね。そこで分かってくると思うんだけど、あの、 その前に、あれだよね、役所人事だって、あの、安倍さんの、あれだよね、あの、言ってる、もう、防衛省の話だけど、次官の話、もう、変えちゃって、もう、あの、もう決まってるって言い方したでしょ。だから、それはあの、ああいうことをやるってことは、実はその上の閣僚をもっとやるんだよ。ということは、この3年間、より変えづらいというかう、厳しいだろうなっていうところですね違う政治、ね、菅さんみたいなね、違うタイプの、 なんか対抗軸みたいなのが対等すれば別だけど、うん、まあ菅さん、今のところあれだよね、あのうーんと、もうに服してるから、国葬までは動かないと思うよな、うん、それから以降は,は,はどうなるか分からない、どうなるか分からないようにかけざるをえないような状況だなって、私には思えるよね、政治環境を考えたときには。なるほど、分かりました、うん、ありがとうございます。 まあちょっとあのー、日本経済のね、現状分析とこれからについてお話しいただいたんですけど、うん、後編に関しては、ちょっと政策のたり踏み込んでお話を聞きたいと思います。うんはい、ということで、前編はこちらで終わりにしたいと思います。えー、皆さん、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。